元 AKB48 で声優の石田遥が、11日に配信されたアベマ TV の番組、必殺、バカリズム地獄、21。00チルダ22:00にゲスト出演し、インスタグラムにアップする写真を加工、修正していることを暴露した。石田遥、ヤンキー鬼、に扮したお笑い芸人、バカリズムが、サマザ。マナ女性たちが経験した、おにぎれ、エピソードを吟味していく同番組。今回、タレントの熊田曜子、大山めぐ、元 AKB48 で声優の石田遥、元サッカー選手の大竹奈美がゲスト出演した。ゲストが、おにぎれ、した経験を語る場面で、石田は、距離感がおかしい一般の方っていませんか?と切り出し、友達と遊びに行った時に携帯を見ていたら、周りで、あれ、そうじゃない、って、携帯で私の画像と、実際の、私を見比べていて、でも、違くない。とか言いながらも話しかけては来なかった。とエピソードを披露。なんだか嫌だった。でも、違くない、と言われたのが、地味に傷ついた、と打ち明けた。そして、バカリズムが、実際に違うんですか、と聞くと、そうですね。私、ネットに載せる写真の顔を、アプリですごく加工とか修正してしまう、と告白。だから多分、間違う。写真と実物は、違うかもしれないです。インスタの写真は、結構ゴリゴリに修正しているので別人かもしれない、と笑いながら話した。C、アベマ TV、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。